話し方とか言葉の選び方で書籍を参考にすることはないんですけど、参考にするとしたら芸能人の方とか、まあ、自分の身の回りのね、その一般の方の中で自分がこの人の喋り方素敵だなって思う人をとにかく真似をするっていうのをよくやってます。あの芸能人の方だったら録画できるじゃないですか。あの一般の方だと撮るの難しいですけど、なので録画して何度も見て、あ、こういうペースで喋るとこういう風に自分は受け取るんだなって自分が一個の体験者として思うので、じゃあ真似をすると。で、実際に真似をして喋ってみると全然ね、その人のペースにならないんですよ。思ったより多分早いです、人は。だから自分が喋ったもの、練習として喋ったものを録画したり録音したりして、それを聞き直すんです。そうすると自分のまあ声の特徴もあるので、だから自分はこういう風に伝えると自分が聞いた時にね、あ、こういう風に受け取るのかっていうのが分かると思うので、そこをちょっとずつちょっとずつ修正して、で、まあ、伝えやすさっていうのを研究してきたかなとは思いますので、ぜひね、あんまり一般のことはやらないので、自分の喋ってるものっていうのを録音して聞くっていうのをやってみるといいと思います。まずね、大前提として将来何がやりたいかを明確になってる人の方が圧倒的に少ないっていうことをまず分かっててほしい。これは学生だけじゃなくて大人になっても成人になっても分かってる人ほぼほぼいないから、ほぼほぼいないは言い過ぎた、でも少ないよ、うん、自分の周りでも。自分はその教育っていうやりたいことがはっきりしてるのは本当幸せなことだと思うので、それをしかも仕事にできてるから余計にね。で、なんか選択するときってまあ不安はつきまとうとは思うんだけど、自分がいつも大事にしてるのは、例えば2択3択ってまあ道があるときに選択肢があることも幸せな悩みなんだけど、そのときにどの道を選んだら一番ウキウキするかなって、自分が楽しめそうかなっていうふうに考えるようにしてる。行ってさ、道を選ぶじゃないですか。で、行った後に後悔することでもちろんあるの。だって行ってみないと、この自分が歩いた道が実は向こうの道の方が近道だったじゃんって気づくこともあるわけよ。でも行かないと分かんないんだよね。だからもう行くしかないの。俺はその場で、まあ、選択するときにね、迷うのも大事なんだけど、迷って止まってる時間の方がもったいないと思っちゃうから、ひとまず行こうって思って行ってみる。で、選んだ道がさ、向こうのが良かったなと思ったら、じゃあその選ぶときに、そういうもっと分析したらとか、情報を得てら良かったのかなとか反省することもできるし、でも、行った道が行き止まりじゃないんだったら別にいいじゃん。行き止まりだったらまた戻んなきゃいけないけど。でも、遠回りかもしれないけど、遠回りだからこそ見えた景色もあるわけなんで、自分は、まあ不安は常に付きまとってるよ。自分の人生。ずっと不安はあるけど、でも、どの道選んだらウキウキするかなって、自分は特にまあ、子供たちへの貢献するっていうのがウキウキするテーマになってるから、どの道を選んだら子供たちが笑ってくれるかなとか、楽しんでくれるかなみたいなのを考えて、まあ、そこを基準にして選ぶようにはしてる。高校1年生からいただきました。先生がテストに出ないからって言われて教えてくれません。教えてやりや先生忙しいんかな。これ、x2 乗。まあ、ほんまできる方もいるけど、x2 乗イコール t って置きます。まあ、文字違くてもいいけど、置くじゃないですか。そうすると、この式が、x4 乗は t って置くと、t の2乗になります。2乗の2乗だからね。で、マイナス 2t、マイナス 8 となりますと。で、こうしちゃえば因数分解できるので、t マイナス4と、t プラス2になります。でも、t は自分で置いたものだから、t のところに x2 乗、もう一回戻してあげましょう。置いたからね。x2 乗を戻してあげる。おっとっと。で、よっしゃーって、戻したし、これで OK でしょって思って答え欄書くと、罰もらうんだよね。何がまずいかって戻した後に、こっち側はまだ因数分解ができると。つまり、これ因数分解すると、x プラス2、x マイナス2、ここの部分ね。で、残ってる。こっちは因数分解できないので、そのまま書いておきます。プラス2となって、これで終了。先生、これだけだから、教えてあげてください。国公立志望してて、まあ、高2の間に英単語いくつかっていう、まあ、いくつかってさ、例えば1000とか1500とか2000とかいろいろね、言う人はいろいろ、サイトにもいろいろ書いてあるから、まあ、このこれっていう数は別に言わないけど、もし、国立で本当にがっつり目指したいって思うんだったら、この高2の夏休みのうちに、何でもいいんで、自分が書店、本屋行って、この英単語帳やりたいなって、まあ、もしかしたら学校で指定で買ってるかもしれないけど、その一冊、丸々覚えてごらん。この夏休みで。いや、ちょっと多すぎるなと思ったら半分とかに減らしても構わないんだけど、まあ、一冊ちょっとやり込もうぐらいの勢いでやるといい。で、英単語っていうのは、もちろん英単語帳完璧するのもいいんだけど、それがある程度やり終わった後に、まあ、長文もやんなきゃいけないからさ、長文いっぱいやっていくじゃん。で、長文演習やっていく中で知らなかった単語を全部チェックして、それを
辞書で調べてインプットしていく。まあその英単語帳で勉強するわけじゃないんだけど、他の問題をやってる時に知らない単語と出会ってどんどん吸収していくっていうのも非常に有効なので、まあ早めに英単語帳一冊パッて終わらすといいかなと。で、単語の覚え方に関してはちょっとまた別動画で撮るので、ちょっとお待ちください。もうこの質問はね、答えたらすごい怒られそうな気がするんだけど、良い人間になることを諦めることだと思ってます。これね、俺がもともと強くないんですよ。みんなには強い服映ってるかもしんない。まあ、編集してね、いいとこだけ見せてるからさ、そう見えるかもしんないんだけど、めちゃくちゃ弱い人間だし、すぐ落ち込むし、へこむし。なんだけど、別に強くなきゃいけないって思ってないの、人間は。で、自分が弱いところもあるけど、弱さで全部終わる人間でもないと思ってる。自分の可能性は信じてるから、ちゃんと。で、そこがもしかしたら強く見えるのかもしれないんだけど、大事なのは、強くなきゃいけないとか、人間はこうじゃなきゃいけないっていう、まああるよ。その倫理的にはそこはあるんだけど、でも、こうじゃなきゃいけないっていうところに囚われすぎると、自分を見失うよ。例えば女の子でね、すぐ泣いちゃう子とか、不安に押し潰されて泣いちゃう子とかいると思うんだけど、それって別に、泣き虫って言ったら悪く聞こえるし、すぐ泣くも悪く聞こえるんだけど、感情豊かっていう風にも捉えると思うんだよね。別にそうでいいと思うんだ、俺は。どうしても嫌なところが目につくし、人間はね、特に学生のうちはやっぱそうなりやすいからさ、でしょうがないなと思ってるんだけど、でも、自分自身にはいいところはあるし、人は変わるし、人は伸びていくしって、誰にでも可能性がある、それに関しては。ただし、じゃあ、オリンピックの金メダリストに全員がなれるかって言ったらそうじゃないよね。だって世界で選ばれた一人しかなれないんだから、金メダリストは。だからそうはできないけど、でもみんなが金メダリスト目指してるわけじゃないでしょ。みんながどこを目指してるかはわからないけど、自分には自分の良さがある。それに気づけてないだけ。まだ発見できてないだけなんだよね。じゃあ、すぐ見つかるかって言ったらそうじゃないんだよ。そこはコツ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 自分が歩みを進めてって、そのうち自分の良さのヒントがちょっと落ちてるの。答えは落ちてないんだよ。ヒントなんだよね。で、ちょっとずつ回収してて、自分もそうだよ。自分のヒントを回収してて、それをジグソーパズルを組み立てるみたいに組み立ててって、あ、自分ってこういう人間で良さもあるんだなって、自分が気づけたり、人に気づかせてもらったりするわけ。この動画の活動をしてても、いろんな人に叩かれるよ。いろいろ悪くても言われるし、そこだけピックアップしてったら、あ、自分なんてクソだって思っちゃうわけ。でもみんなが、勉強分かりやすいとか、ハイさんのおかげでって言ってくれるからさ、その言葉を組み合わせて、こうやって自信を持って喋れるわけ。だから、みんなも、どこを拾うかだと思うんだよね。自分の中の悪い部分だけ拾ったら、そういうパズルができちゃうから。だから、意識して、いいところも拾ってあげる。でもすぐ見つかんないけど、いつかは見つかるんだって、自分が変わるんだってことを信じて、歩みを進めてもらえたらなと思います。